ゲロちゃんです。はい、ということで今回の動画はですね、こちらです。こちらちょっとね、用意するね。よし、今ね届いたんですよね。これ今届いたところです。はい、じゃん。はい、今回の動画はこちらです。こちら淀屋橋カメラで購入して今ね届きました。これね、一応ね、スリリマッサージシートプレミアムというマッサージ機です。専用の椅子でもいいし、まあつけれる椅子ならどこでもいいんですけども、椅子に取り付けるマッサージチュアになりますね。だからこれね、今回のこの 3D マッサージシートプレミアムを今回ね購入してきました。でもね、ゲロッチはね前にこのようなマッサージシートね、マッサージシートを購入したことあるんですけども、まあ、ゲロッチの使用が悪かったようで、購入して半年で壊れてしまいました。まあね、使用ね、1時間半ぐらいね、ずーっとマッサージし続けたら、機械の中のね、プラスチックの、ね、歯車があるんですけども、プラスチックの歯車が焼けて、壊れ、ね、割れてしまいました。そこでね、使用ができなくなったんで、まあしばらくね、マッサージ機なしで、過ごしていたんですが、やっぱりね、ゲロッチもね、この年になると、やっぱりマッサージっていうのが必要っていうことで、今回はもう一度ね、また別の種類のマッサージシートを購入してきています。ということで、今回これを開封して使用していきたいと思います。はい、ではね、開封していきます。さてと、じゃあね、開封していくね。じゃあ、ちょっと、よいしょ。よいしょ。てれってて、てれってて、てれってて、チッチレッチチッチチッチチッ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 、よいしょ。お、開けたらまずこんな感じ見えるかな、こういう感じね。よいしょ。はい、段ボール入って、お、この中に箱が入ってるんですね。段ボールの中の中に箱が入ってるんです。これどうやって出そうかと疑問なので、ひっくり返しましょう。ゆっくりとね、よいしょ。お、これで引き上げたら出てくるでしょ。よし、引き上げるじゃん。出てこないぞ。どこにかかってる。もう出てこないので、どうして出そうか。あ、ちょっと出てきたな。ちょっと出てきたんで、引き上げましょう。あ、下がった。なんと、ここに持つとこがあった。よし。めっちゃ、ピツピツ。パンパンに入ってる。どうやって入れたって感じ。よし。はい、でーんと、よいしょ。あとは袋ですね、袋を外します。おっ、そーっとね、はい、よいしょ。これは何かな。おっ、はい、保証書ですね、保証書がついております。ではね、開封しますね。どこから開封するのかな、こっちは、うん、おっと、これはどういう開け方や、うん、これはどうやって開くのかな。あ、ずらすんか。え、あ、ずらすねんて。ほら、なんかちょっとさ、箱チャチなってない。これなんかさ、これ箱めちゃちゃちっくなってない。こんな、そしてこれ多分ね、これね、段ボールに印刷するのにお金がかかるから、少しでも印刷代を節約しようと思ってね、こういう感じでかぶせるって感じでやってるみたいですね。なんかちゃちいね。うん、ここはまあしゃあないね。よし、箱はちゃちいけど、では開けていきます。チェン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 、こういう、じゃん、はい、じゃん、じゃん、よし、はい、じゃん、はい、こういう感じで今ね入ってる。おっと思って、こういう感じで今入っております。これをね外していきます。これは枕かな、首当てるやつですね。首当てるやつが一番最初にあって、そしてこちらが多分、ちょっと開けてみます。箱が入ってるんで、何、多分ね電気系統ですよね。あ、はい、アダプタですね。アダプタが丁寧に入っております。そして丁寧にね、この包装もね、中はされてますね。では出します。よし、どうやって出そうかな。
引き出しますか。ちょっとね、引き出します。よいしょ、お、よいしょ、よいしょ、おい、はい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 、こんだけかな。これとこれと、あとは空っぽね、ダンボールの中空っぽ。そして出てきたのが、よいしょ、こういう感じでね、横ね、カバーをねしてね、傷を防ぐって感じですね。最近ね、運送会社のね、配達のあれね、雑なんですよね。もう見とってもバンバン当ててても平気で、何もかもね、何もなかったのにまた積み込んでやってるところがよく見かけるんで、多分ね、こういう感じでやってくれてると助かると思います。はい、これは何かな。あ、これは説明書ですね、説明書ね、説明書。そしてこれは何かな、シートか何かね。そしてこれも何か、あ、これをお尻とかのね、引くシートです。これが本体ですね。こちらが本体。はい、本体ちゃん出といて。よし、ほっ、本体ちゃん。はい、こちらがね、本体になります。あ、リモコンあったね。さあ、リモコン、こんな感じ、こういう感じね、感じ。そしてね、ゲロッチョでこれね、色はね、レッド、3種類の色から選べとったみたいです。ブラックとレッドと、そしてブラウンね、あるんですけども、ゲロッチョはね、このレッドにさせていただきました。ね、前のね、マッサージシートもレッドだったんですが、なぜレッドかと言いますとね、前に使っていたこのシートね、マッサージシート専用の椅子を購入した時も赤色だったんですね。赤色だったので、赤には赤ということで、今回もこのレッドを使用させていただきます。ということでね、これね、ちょっとね、今からね、組み立てていきたいと思います。はい、こちらがね、ゲロッチョが前にね、使用していたマッサージシートの椅子になります。もうこちらの椅子の方にね、今回購入したマッサージシートを取り付けていきたいと思います。ではね、説明書を見ながらね、やっていきます。取り付けね、だいたい簡単やと思うんでね、うん、ちゃっくりちゃっくりと見てやっていきたいと思います。よし、やっていきますか。だいたいこの辺に取り付け方が書いてるんだよね。もう軽く書いてあるんで、軽く分かるでしょう。ではやっていきます。まず本体、本体さんを持ち上げて、ここ、こちらですね。本体さんはこちら来ていただいて、うん、こうですね。本体さんはこちら、そしてリモコンがあって、こうやからこうね、本体まず椅子に取り付けておいておきます。そしてその次は何かな、こちら、こちらですね。こちら、お尻にね、引くね、ものになります。こちらバイブが入ってるようなので、多分ね、今回、前のやつはね、バイブはなかったんですが、で今回はバイブがあるんで、多分気持ちよくお尻をマッサージしてくれるんじゃないかなと思っております。よし、では取り付けるね。ちょっとゲロッチョこっち行くね。では取り付けていきます。これにはどこから取り付ける、あ、ここにね、まず下ろさなあかんわ。見た、ここにね、ちょっとね、見えるかな。よし、こっち行こう、こう行こうか。こう行こうか。あ、じゃあちょっと椅子どけるわ。ちょっと椅子どけるね。で、こちら本体とこちら取り付けるのに、このファスナーです。ファスナーがあるんでね、これファスナーで取り付けるみたいですので、今からちょっとね、ファスナーで取り付けていきます。ちょっと反対向いてね、そしてこうかな、こうですね。で、ファスナーがあるので、このファスナーに合わせて取り付けます。こちらにね、ここにね、ここにね、ファスナーがあるみたいなので、このファスナー、これをね、取り付けます。多分これをここ入れて、見た、ここを入れて、これで、もうこれでね、上と本体とこの下のお尻をね、くっつけさせていただきました。そしてあと椅子に戻します。はい、今ね、取り付いたので、こちらの椅子の方に戻します。はい、戻しました。はい、こんな感じですね、今座らせたらね。はい、そしてから、はい、ちょっとね、説明書見るね。はい、そしてからどっちかな、次はシートと枕シートと電源ね、了解。こちらがシートですね、シートになるそうです。
じゃあシート外していきます。こちらのここのねシートですね、この背中のシート、この背中のシートになるみたいなので外して、そしてこれマジックテープがついてるね、マジックテープ、マジックテープがついてるのでマジックテープが裏に取り付けるところがあるということかな。枕とかクッションシート取り付け、枕がどこ行ったかな。あ、枕ちょっと待って、はい、こちらが枕のようですね。はい、こちらが枕です。これとこちらですね、シートね、そこのシートのところにマジックテープあるので、こちらにもマジックテープがついてます。これをこちらに取り付けるみたいな、こうやってペタッと、はい、こちら、はい、こちらが枕ですね。こちらが枕ね。ということで、これ枕のところにもね、マジックテープがついています。で、こっちにもね、マジックテープ、こっちにもマジックテープついてるので、多分こちらですね、こちら黒い方、黒い方のところに、この枕のマッサーね、マジックテープをくっつけます。はい、つきました。ね、こんな感じ。ね、こんな感じだよ。うん。それでついたら、こちら、マッサージシートですね。はい、こちらのシートの本体の、この頭の上にもね、マジックテープがついてるので、こちら、頭の上のマジックテープと、こちらのマジックテープね、シートのマジックテープをつけます。はい。つけました。つけたらこんな感じですね。こういう感じ、これがシートで、これが枕で、こんな感じになるみたいです。そしてね、その次にこちら、先ほど言ったように、バイブが入ってるので、バイブが入ってるってことは、電源をね、取り付けないといけません。ということで、こちらに電源を取り付ける、こちら本体に、はい、こちら、こちらのね、お尻の部分にこのように電気の線がついております。こちらの線と本体についているこちらですね、このような感じ、このような感じになっている線、この線2つあるんですけどね、こちらの方ですね、こちらの方をこちらとこちらをくっつけます。いきますよ、見えるかな、ちょっと見えなかったらごめん、こうかなね、取り付けます。よいしょ、これが穴がね3つあるんで、この3つに合わさないといけない、4つ、3つやね、3つやから、どのような感じかな、こうか、あ、こうやね、このちょうど穴があるね、穴のところに、はい、入りました。3つの穴に合うように、はい、取り付けます。で、こちらが取り付けたので、はい、次はこちら、こちらはね、アダプターと取り付ける線ね、電気の線になります。ということでね、こちらアダプターにね取り付けます。じゃあこちらついているアダプターね、アダプターを出してきて、アダプターにね取り付けちゃいましょう、この線を。よいしょ、はい、結構長いね、これほら見て、結構線が長いから、コンセントのね離れてるところでもね結構使用できると思います。何メーターなのかちょっとわからないんですけどね。で、こちら、こちらもね、アダプタに取り付ける線ですね、電気の線。これ、2つ合わせたらね、すごい長い、これ。見て見て、ちょっと待ってや。ちょっと待ってね。これ、若い子知らんやろ。ゲロチョみたいな年齢やったら、関西人やったら知ってると思う。あるテレビ見てたら。よってね。はい、アダプタ。ね、よくある、こちらに線つける。そしたらね、もう見て見て、すごい長いよ。ほら。何メーターのか知らんけど、めっちゃ長い。ほら。ほら、めっちゃ長い。だから、コンセントがね、かなり離れていても、この長さぐらいまでやってね、届くんで。だからね、自由、部屋ね、あちこち自由好きなところに置けると思います。だから、コンセント近くにわざわざ持ってこなくても、離れていても、この線が長いので、もう、ね、部屋中のどこかに線があると思います。コンセントはね、大概。そこに取り付けていただければ、すぐできます。ということで、今からね、アダプターを入れちゃうよ。アダプターを、はい、ここね、線刺して、そしてこちら、はい、先ですね、先。先、こっち、コンセント、入れます。入っちゃったね。はい。ということで、これで完璧ですね。あとはこちら、リモコン。おっとね、リモコンちゃん、電気がついたよ。お初めて、初めて、初めまして。はははは。さあ、初めてのね、ご対面ですね。よいしょ、ちょっとね、
はい、リモコンちゃんもちょっと見てもらおう。はい、こちらがね、マッサージシートのね、リモコンになります。こんな感じです、リモコン。で、こういう感じのリモコンなんですが、まあ、こちら光ってるところが電源。ね。そして、全自動コースでありますね。見えるかな？全身、肩、足というあるので、これ全自動の全身的にやっちゃうよ。こっちは肩だけやっちゃうよ、全自動で。こっちは足でだけでやっちゃうよと。それやってくれるボタンです。で、まあ、こちらもデジタルですね、今はね。そして、こちら、マニュアル、見えるかな？マニュアルね、コースターがあります。揉み、叩き、指の圧縮に揉み叩き。ね、もうね、マッサージ機に欠かせないね、部分的な操作になります。それこちらはね、範囲的なもんですね。全身、そして部分的、ポイント。ね、ポイントというのは腰だけ、肩だけとかね、部分的と言ったらね、まあ、腰肩もとかね、全然胴体って感じです。こちら全身とも、上か下もやっちゃうよってやつですね。こちら、こちら、こちら、上下とかね、幅とか、幅とか狭いとか書いてるんで、多分ね、これ、ね、マッサージ機のローラーでしょう。ローラーをね、指導的に上、指導的に下、ね、指導的に下。そして、指導的に狭くね、狭くするとかね、こちらね、広くする。まあ、いろいろと上下といろいろとありますので、まあね、細かいところはね、説明書を見てください。はい、バイブ、バイブ。はい、ここにバイブがありますね、バイブ。ね、バイブがあるっていうことは、このね、お尻のバイブですね。お尻のところのバイブ、くる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 っと気持ちよさそうですね。やってみたらね。おっと、なんか赤いマークがありました。停止ボタン、緊急停止、緊急的に停止。え、緊急的に停止ということで、もう電源を切ればね、止まるんじゃないかなと思うんですけど、電源切ってからしばらくね、動くんですね、マッサージ機っていうのはね。それを、多分ね、緊急的停止だから、押した時点で、ピタッと止まるんだと思います。だからね、非常にね、緊急的な、もう何か、多分あんまり緊急的なことないと思うんで、うん。多分これを押したら、ピタッと止まります。まあ、これが普通的な電源ですね。ピカピカピカと光っております。ゲロッチョのようにね、ピカピカと輝きたいと思っております。はい、ということで、こういうデジタル的なもののリモコンですね。ということで、今回は今これからね、ゲロチョンが使用してみたいと思います。楽しみです。楽しみです。楽しみです。おにゃ。はい、今からね、マッサージを使用したいと思うんですけども、もう一つゲロッチョンね、大事なことをね、言うのを忘れました。なあ、それはね、ちょっとね、後ろ見てみましょう。ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、外すね。この後ろ、ね、こちら、横から、横でいいですね、横。これ、シートをね、勝手にこう倒れてしまうので、マジックテープで、このね、椅子の後ろに取り付けるようになっていますんで、このマジックテープ、2つあります。上と下と2つあるので、上と下をね、この椅子の、このね、こちら、椅子のところをね、やって取り付けてくれればいいと思います。はい、このようにね、まあ、このようにね、マジックテープあるので、こっちをね、椅子の後ろ、ね、後ろに回して、よいしょ、回すよ、ちょっと回して、よいしょ。そしてこちらとマジックテープ、ね、それこちらと後ろでね、マジックテープをペタッとね、取り付けていただければ動きません。それをね、下もね、やっていただければいいと思います。よいしょ。ということで、早速ね、使っていきます。さあ、使っていくぞー。ねー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 と。電源入れちゃってね。よっしゃ、もう一回やる。ピーってなったよね。ピーってね。さあ、だってやってみよう。さあ、どんなに気持ちいいのかな。前のあれね、あるね。何言ってるか分からんけど、やりましょう。じゃあね、久しぶりです。前のね、マッサージシート知恵もね、やってて気持ちよかったんですが、半年で死んだからね。ということで、今回、こちらをやっていきたいと思います。まず、もうね、一番簡単。全自動コースっていうのをやってみましょう。いきます。全自動コース、落ちちゃうよ。ポチッとな。あっ、あっ、動いたよ。今ピコって聞いたやろ。動いたよ。おっ、今腰の方からね、今上上がっていってるね。あら、さあここからが始まるんだと思います。さあ、お、動きました。あ、お、うん、気持ちいいですね。うん、あ、優しく優しく今ね、揉んでくれてるって感じ。うん、そして今ずーっと背筋伸ばしかな、ぐーっとなんか背骨をしながら上がっていくっていう感じになっております。あ、これもね、あ、気持ちいいですね。また降りるんですね。また
背筋伸ばしをぐるーっと下ろしていきます。おーっと、これ腰のね、下間の方まで行ってるんでね、あ、気持ちいい。あ、気持ちいいですね。これ背筋伸ばし、しばらくちょっと続くのかな。お、気持ちいい。あー、背筋伸ばしだけでもいい。あ、今ね、叩いてますね。こっち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 と。あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。あー、叩きながら、あ、これは叩きだけかな、今。叩きだけですね。コト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 って叩いてくれてるんで、あの、前の、あの、なんていうの、ちょっと1万ちょっとぐらい、2万ぐらいかな、2万ぐらいの、あの、マッサージシート購入してたんですけども、それに比べたらね、コマが全然違いますね、コマ。うん。コマの優しさと、ちょっと叩き方が全然やっぱり違うね。あ、今叩きながら揉んでくれてますね。うん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 。いい感じ、すごくいけるいける。そしてね、いろいろな操作あるんでね、まだね、あの、購入された方は説明書を見ながらやっていただければいいと思います。まずね、あの、マッサージとかね、あの、したことのね、マッサージチェアとか使ったことある人はね、もう大体の基本的な操作なので、あの、わかるんじゃないかなと思っております。でもね、あ、気持ちいい、あ、気持ちいいですね。あ、お尻の場合もね、あー気持ちいい。あれの気持ちさあるんちゃう。あれよりもっと気持ちいい。あの、ウォシュレットよりも気持ちいい。これちょっと、これ喋っとったらなんかね、声がドロロロってなりそうなんで、ちょっと止める。あ、前、さっき後ろやっていいんや。前、もう一回押したら前になってる。なんか2段階あるよ、2段階。あの、多分これ太ももの方と付け根の方とお尻の方とやってくれるみたい。でもう一回押したら全身かな、全部かな。あ、全部や。前もケツも全部、全部ケツが全部、うーんって動く。さあ、気持ちいい。あ、これは体感。もうこのまま、あ、いっちゃいちょーってなりそうやね、あの絵で。はい、あ、4回目で止まるね、ちゃんとね。あー、肩もすごい気持ちいい。腰腰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 。これ志村けんに、ね、してもらったらね、すごいね、面白いと思うけどね。あー、気持ちいい。久しぶりですね。うん、でもね、もうね、多分これ自動やから、ね、何分くらいかな、多分説明書書いてる。あ、ここに書いてる。あの、ちゃんと出ていたのに出てる。あと17分って出てるわ、17分。ね。だからね、多分ね、20分って書いとったから、20分ですね、自動は20分。だからね、もう20分経ったらね、一回ね、皆さんやめてください。下呂町前にね、もう1時間半ずっと続けとったらね、潰れたからね、うん。潰れて直そうと思って段階したら、もうね、歯車が割れてて、多分熱でね、パキッていったんやと思う。あー、気持ちいい。ということで、今回、このマッサージね、チェア、ね、マッサージチェアじゃなくてマッサージシートですね。マッサージシートをね、購入させていただいたんですけども、まあ、20万ね、20万ぐらいするね、マッサージシートに比べたら衰えるかもわかりませんけども、もうほんまに、あ、肩凝った、あ、疲れた、だるいとかね、仕事が帰ってきたらだるいとか、朝起きたらだるいという時に、この20分間やってみたら、すごくいいと思います。今ね、めっちゃ気持ちいいですよ。あ、わかる。もうなんか気持ちになったら、この志村けんの声になりそう。って。ということで、今回ね、このゲロッチをね、使用ね、購入させていただきました。ということで、これからね、もうね、多分ね、ゲロッチ毎日疲れてるんで、毎日使用していきたいと思います。ということで、今回はね、こちら、どこで何やったかな、マッサージチェア、あの、3D マッサージシートプレミアム、ね、を購入させていただきました。まあ、これ、淀屋橋さんで、38,500円。ね、38,500円。淀屋橋カメラさん、ね、淀橋さんで購入させていただいたり、そこが一番ね、ギョロチョ今ね、見たところで安かったです。あの、なぜならばね、大体ね、ほとんどね、38,500円、送料込みで、あの、販売されてます。もう、なんか合わせたかように販売してる。うん、見たら。38,500円、送料込みっていうのが全体的に。で、その中で、あの、淀屋橋さんをね、ギョロチョ選んだポイントがね、3,850円つくので、またそのポイントがね、また別でね、あの、ヨデバスカメラさんのサイトで購入したいと思います。それを考えたら、一番ね、こちらがね、安かったので購入しました。皆さんも一度はね、あの、やってみてはいかがでしょうか。多分ね、こういうね、ホームセンターの電気屋で行ったらね、多分置いてあると思うので、
ゲロッチョが言ってることが本当なんかって感じに思う方は、とりあえず行ってみて、ね、やってみてください。まあ、電気屋とかね、ホームセンターがね、タダでできるんで、やってね。ということで、またね、いろいろなものを買ったらね、招待買ってラリーやっていきたいと思います。ということでね、またね、どこかでお会いしようね。天国で会うのは嫌だよ。じゃあね、バイバイ。